東京ディズニーランドで17日にオープンするディズニー映画リロ&スティッチの新しいアトラクションが8日報道陣に公開されました。聞こえなかった人3人。スティッチエンカウンターというこのアトラクションはディズニーランド内のトゥモローランドにあります。会場には一度に160人が入ることができ、およそ12分間のプログラムで観客はいたずら好きなスティッチと会話を楽しむことができます。うわ、人いっぱいいる。みんなアローハー。スクリーンに映し出されたスティッチはユーモアたっぷりのトークで観客を沸かせます。名前何？ゆいちゃんです。ゆい、ゆい、どこから来た？忘れちゃった？地球に住んでる？どっち？緑。いい加減にしろ。またパーク内ではリロ&スティッチをモチーフとした料理やポップコーン、それにペットボトルのキャップなども販売されます。大人から子供までみんなで楽しめるスティッチエンカウンターは17日から一般公開されます。